FX-602P シリーズは歌詞を計算機により1981年により製造されたプログラム電卓 FX-5002P シリーズの後継機種であり、さらに後継は1990年の FX-603P である。FX-602PFX-602P シリーズの表示機能は1行11桁の ドットマトリクス液晶部と3桁のセブンセグメント指数表示部からなる。この指数部はプログラム入力時やデバッグ時のステップ表示も兼ねる。さらに11の状態表示部を持つ。プログラムモードはキーを押した順番を記憶するキーストローク記憶方式であり、実行時はそれを再実行する。記憶時、複数のキーを押かが一つのプログラムステップとして記憶される。 いくつかの機能は2バイトを必要とする。EN、シンセティックプログラミングが可能であるが難度が高い。FX-601P は、プログラム128ステップ分と11メモリを持つ。FX-602P では、プログラム512ステップと22のメモリ、あるいは、プログラムステップ分をメモリに割り当てて、最小32ステップと、 最大88メモリとすることもできる。初期設定では512ステップと22メモリに割り当てられていることから、プログラムステップ8つに対して1メモリ相当か、80ステップが11メモリに相当し、これらは F メモリと呼ぶ領域に割り当てられる。以前の機種と同様、FX-602 シリーズは、プログラム悪いは、サブルーチンとして、P0 から、 pq のラベルを利用できる。サブルーチンごとには最大10のローカルラベルがジャンプ先や分岐先に利用できる。また、メモリアクセスとジャンプにメモリ関節アドレッシングが使え、チューリング完全と言える。以前の機種のプログラムの読み込みと実行が可能である。このプログラムは2から69の指定した整数の階上を計算するもので5の階上ならば、 5P0 と入力すると120を表示する。このプログラムはメモリ9バイト分となる。FX-6002P シリーズでは、FX-5002P シリーズ用の FA-1、または FX-7002P 用の FA-2 のインターフェースが使用できる。双方とも、カ察シティスタンダードコンパクトカセット仕様である。FA-2 には、 f p 1、FP、サーマルプリンター用のプリンタポートが追加されている。ありがとうございます。